こんにちは、青岡優香です。今回の企画はすごい、よいしょ、マビックエア2を紹介します。やっていきましょう。はい、大丈夫ですか。最高です。今日は、まあ、マビックシリーズを普通の意味ですよ。マビックシリーズの紹介をしたいと思います。はい、で、今回新しく出てばっかりなのこれ出るかな、マビックエア2ですね。マークが見えるとあとで出るからしっかり覚えてます。今回カメラがめちゃめちゃ優秀になったカメラが一応5分の1シーモスセンサーのやつで、まあ、結構綺麗なものが撮りたいとか、結構これでね、初めてマビックで出たっていう改造されたものがあって、まず画素数が48メガピクセルだから4800万画素っていう仕様になっていて、マビックシリーズで初めて。で、あと 8K も対応してるんで、めちゃめちゃ綺麗です。8キロですか。それから、FPS っていうのがあって、とかフレームレートって10秒間に、まあ静止画を何個あるかっていうのが、それが細かければ細かいほど滑らかな映像になるんですけど、ペラペラの漫画みたいなのが、あれの枚数が増えたっていう感じだったかな。分かる。答えの仕方が可愛い。あ、これあれじゃないですか、教科書のこのここに書いてる。そうそう、ペラ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 ってやつが、ここが初めて4K で60fps っていうのが良かったので、まあ相当いいやつ。マビックシリーズがかなり一番いいやつになったので、あと特徴はバッテリーかな。このバッテリーがすごいです。これ多分小分で15分ぐらい、こっちは20分ぐらい、これは30分ぐらい。くらい取れるんですか。だからこれ間違いなく売れるんじゃないかな。違いますね。あとは、どこもだいぶ形が変わったんですけど、握りやすい感じがあって、どこやばい。で、これが今までのやつがあって、結構しっかりしてるなと思って、結構持ちやすい。ということでね、説明は終わりで、飛ばしてみましょうか。はい。拝見してみましょう。お願いします。大丈夫ですか。お願いします。はい、よろしくお願いします。ディズニーで戻すなら、ディズニーで何？思い出撮るなら、ホンベル使いますか。これだね。プレゼントしたやつが、山に持ってくならどれですか。山？じゃあこれだな。プレゼントしたやつが、室内ならどれですか。室内なら、これかな。藤田さんが、海外に持っていくなら、海外に持っていくなら、これだな。藤田が富士山に持ってくなら、これです。買ってください。